今ほとんどこの DMH17 系列のエンジンが搭載されてました。ということで、まあ、メジャーなエンジンです。 D はディーゼルの D、M は動力発生装置モーターの M で、 H は気筒数を表します。気筒数、車と一緒ですね。シリンダーとピストンの数、こうピストンがこうやって爆発して動くんですよね。なんで A、B、C、D、E、F、G、H、8気筒あるんで DMH で、数字17は、排気量の頭です。 17,000cc、で DMH17 で、これは縦にこうやって爆発しますんで、C 型と言われています。 DMH17C です。でお隣のいすみ鉄道さんにあるのは同じ DMH なんですけども、 DMH17H と言います。横置きになってます。こう横になってピストンがこう横にこう爆発してるんですよね。 H 型、H 型はホリゾンタル、水平って意味ですね。 H 型と言われてます。なんでこれ、この理屈を理解すると、何でも JR さんの鉄道車両のエンジンの形式分かります。例えばキハ40がもともと積んでた、DMF15HSA っていうのは何かっていうと、 DMF、F は6、A、B、C、D、E、F、 6気筒の15、15,000cc の H、 横置き、 S、 スーパーチャージャー、下級機付きっていうふうに分かるんですよね。 HSA、 A っていうのは A タイプ、 HSB、C ってどんどん増えていくんですよね。っていうふうに形式が、理屈が分かると面白いです。でどんどんはまっていきます。それは雑談なんですけれども、まあ、この DMH17 がほとんどもう部品がないっていうことで、困ってるという状況です。で今からね、これね、エンジンかけます。エンジンかけて、エンジン全開とかやりますんで、それを見ていただければなと思います。そんなもんですかね。いすみさんは H 型、同じ DMH でも音が全然違います。あのいすみさんの横置きだと H 型になるとカランコロンカランコロンカランコロンって言います。これはゴロ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 言ってますんで、まあどっちにしても古いディーゼルエンジンなんで、今のディーゼルかこんなゴロ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 うるさいエンジンありませんっていう意味も含めてですね、ちょっと見ていただいて、この後いすみさんにも言っていただければなと思います。じゃあすいません、また別のものが解説しますので、すいません、ちょっと大きい音出るんでお子様ご注意ください。で今かけますんで、まあ、あの写真とか動画の方とか、はい、じゃあお願いします。